こんにちは。歴ショックです。今回は、織田家の宿老の一人として本能寺の変後の政局を左右した池田恒興の生涯について紹介します。池田恒興は信長の次兄弟として育ち、一時期出奔していたこともあり、秀吉ら同世代より出世は遅れたものの、信長の信頼のもと、重要拠点の摂津を任されるまでになりました。本能寺の変後は、いち早く反光秀の姿勢を鮮明にし、山崎の戦いでは主力の一人として活躍したことで、織田家宿老の座を手に入れ、以降は、秀吉、丹羽長秀と組んで勢力を広げていきます。秀吉と織田信勝が対立すると、織田家と深いつながりがあるがゆえに、周囲からは織田徳川軍に組するものと見られていたものの、板挟みの末に秀吉に味方し、小牧長久手の戦いの戦局を左右するキーマンとなりました。今回は、信長の次兄弟という、織田家中で唯一無二の地位を利用し宿老の座に上り詰め、秀吉の下でさらなる躍進を目指したものの、家康の前に無念の戦死を遂げた、池田恒興の生涯について紹介します。次兄弟として信長の信頼を得て、そば近くで仕える。池田恒興の出自。池田恒興は、1536年、池田恒俊と養徳院の間の子として尾張で生まれました。父の恒俊は摂津の国の生まれとされており、はじめは室町幕府12代将軍足利義晴に仕えていたものの、後に近江出身の池田正秀の娘婿となり尾張に移り、池田を名乗ったとされています。恒興が生まれた時、後に主君となる織田信長は2歳で、母の養徳院は信長の乳母も務めており、信長の養育に携わっていました。信長は幼い頃から気性が荒く、乳母の乳首を噛みちぎり、何度も乳母が交代させられていたものの、養徳院にだけはよく懐き、養徳院は養育係として定着し、敬意を込めて大落ちと呼ばれるようになります。養徳院は、信長の父、織田信秀の信頼も勝ち取り、恒興は2歳年上の信長の乳母として、幼い頃から信長と共に育てられ、信頼関係を築いていきました。恒興が2歳の頃に父の恒俊は亡くなり、母の養徳院は23歳で未亡人となったものの、織田信秀に気に入られていたことから信秀の側室とされます。やがて養徳院は、信秀との間に、後に織田一族の織田信春の子、信直に嫁ぐこととなる娘、織田への方を設け、信長と恒興は単なる乳母子ではなく、共通の妹まで持つ関係となりました。恒興は信長に小姓として仕えており、乳母子として出世間違いなしでしたが、1548年、12歳の時に小姓仲間を口論の末に切り、信秀、信長の怒りを受けて伊勢に追われてしまいます。母の養徳院に取りなしを頼むも効果はなく、数年が経過しますが、1552年の織田信秀死後、家督を継いだ信長と、清洲城の尾張守護代、織田彦九郎の海津の戦いに参陣して首級を挙げ、信長に帰参を許されました。以降、信長に従って各地を転戦し、1556年には、信長の弟で、家臣によって殺された織田秀俊の未亡人、贅養院を正室としています。贅養院は、信長に謀反を企んで殺された弟、信勝の妻だったともされており、信長は、清洲城で信勝を討ち取った恒興に命じて贅養院を捕らえさせ、そのまま妻にさせたという遺説もあります。桶狭間の戦いでは、今川義元の大軍を前に先制攻撃を主張し、戦後は信長から侍大将に任じられており、以降、信長の馬回りとして美濃攻めで活躍しました。信長の上洛戦にも従い、その後の伊勢北畑武士攻め、金ヶ崎城の戦い、姉川の戦いにも従軍しており、これらの戦いでは、信長のそばを離れて、独立部隊として丹羽長秀らと共に戦っており、信長の馬回りから独立部隊の指揮官へと昇進していたことがわかります。一連の戦いでの戦功が評価され、姉川の戦いと同年の1570年には、尾張犬山城周辺で1万貫の領地を与えられました。この年には、三男の池田長吉も生まれており、11歳の長男元助、5歳の次男照政と、後継者にも恵まれています。羽柴秀吉や丹羽長秀といった同年代の武将からは多少遅れをとっていたものの、信長の厚い信頼のもと実力を蓄えていった恒興は、この後織田家の中心への道を駆け上がっていくこととなるのです。
戦場で活躍する機会に恵まれず出世が遅れるも、徐々に盛り返していく。本能寺の変までの池田恒興。恒興は1573年に信長に反旗を翻した足利義昭討伐に参加した後は、尾張、美濃を拠点とした信長の嫡男、織田信忠付きとなり、信忠軍団の一角を担うようになります。翌年には、武田信玄の後を継いだ武田勝頼が東美濃に侵攻し、恒興は信忠軍団の一員として明智城救援に向かいますが間に合わず、東美濃には岩村城を中心に武田氏の勢力が残ることとなりました。恒興は武田氏に対抗するために織城に入り、河野城に入った信忠の補佐役、川尻秀隆と共に、織田氏の本拠、岐阜城の守りを担います。長篠の戦いの後に岩村城が織田氏の手に戻り、東美濃から武田氏の勢力が駆逐された後も、武田氏の抑えを3年にわたり担っていたため、秀吉や柴田勝家が地方で活躍する中、恒興は織田家中では目立った活躍を見せられませんでした。1578年、42歳になっていた恒興は、ようやく美濃を離れることができ、謀反を起こした荒木村重の摂津有岡城攻めに、元助、輝政ら子供たちと共に向かっています。恒興は、有岡城を脱出した荒木村重がこもった荒木方最後の拠点、花熊城を大将として攻め、1580年7月にようやく海上に持ち込み、荒木氏を滅亡に追い込む手柄を挙げました。同時期には石山本願氏も海上し、畿内での反信長勢力は消え去り、恒興は荒木丘陵の摂津の一部を与えられます。恒興は摂津全域を与えられたわけではなく、高槻城の高山右近や茨城城の中川清秀など、旧荒木配下の武将がいる中で、摂津最大の領主として伊丹、兵庫を領しただけです。ただし、中川清秀や高山右近らの上に立ち、摂津全域の軍事指揮権は持たされていたようで、方面軍司令官となった橋場秀吉や柴田勝家には遅れながらも、織田家の中心として重要な地位を与えられていました。当時信長は、石山本願寺跡地に、西国統治の拠点として大阪城を築き始めており、城は特定の大名には与えられず、信長の信頼厚い庭長秀と津田信澄が管理を担っていました。恒興は、そのお膝元である摂津の領主を任されており、信長の天下統一の要となる大阪城を中心とした西国統治の一翼を担うことが予定されていたと考えられます。恒興は方面軍は率いず、遊撃軍団を率いて各地の戦場に援軍に行く立ち位置にあり、1581年には、羽柴秀吉の攻める毛利方の鳥取城への援軍が予定されていましたが、これは実現せず終わっています。翌年の甲州征伐では、池田勢は出陣を命じられましたが、恒興自身は摂津に残るよう命じられ、嫡男の元助、輝政の二人が池田軍を率いて従軍しました。その後、信長自身も出陣を予定していた秀吉の備中高松城攻めへの援軍を命じられ、明智光秀と共同で、摂津州を率いて中国攻めに向かおうとしていました。しかし、恒興が軍を整えている最中に、同じく中国へ援軍に行くはずだった光秀は本能寺の変を起こし、信長を討ちます。恒興は変当時、2000ほどの軍勢しか率いておらず、高山右近、中川清秀らの軍勢を含めても4000ほどで、光秀の1万3000の軍勢とやり合うだけの兵力は持ち合わせていませんでした。それでも、信長の父兄弟である恒興は謀反人光秀に組みすることなく、荒木村重に組みしながらも許されたことで織田家に恩を感じていた高山、中川らも合わせ、当初から反光秀の姿勢を鮮明にしていました。光秀も摂津州には勧誘を行っていたと見られますが、応じないとわかると討伐の構えを見せ、恒興は大阪にいた織田信孝、三輪長秀らと共に光秀と対峙することとなります。ただし、毛利氏と対峙していた秀吉が早々に和議をまとめて中国大返しを敢行していたことから、恒興はいち早く秀吉と連絡を取っており、変から9日後の6月11日には、自身の領地である尼崎に秀吉を迎え入れました。山崎の戦いでは、織田信孝を大将とする織田軍の右翼部隊の主力となり、謀反人光秀との戦いでの勝利に貢献します。恒興は、変当初から反光秀の姿勢を鮮明にし、山崎の戦いでも主力として活躍したことで、織田家での地位を一気に上げ、
羽柴秀吉、柴田勝家、三輪長秀に次ぐ織田家宿老の地位に上り詰めました。織田家の中枢に躍り出た常興は、この後、秀吉を中心とした織田家新体制の中で存在感を発揮していきます。織田家宿老として、秀吉の勢力拡大のキーマンとなるも、志半ばで戦死する。池田常興の最後。常興は、清須会議で織田家宿老の地位に位置づけられましたが、信長の信頼厚い一兄弟という出自が、織田家臣の動揺を防ぐ上で有効だったことから、山崎の戦いでの先行と合わせて抜擢された形でした。そのため、秀吉、三輪長秀、柴田勝家の三宿老の順位は確定せず横並びだったものの、常興だけは彼らに劣るとして、常に席次4番目とされています。それでも、常興は領地分配で、織田家の西国統治の拠点、大阪を加増されるなど、織田家中で押しも押されもしない大勢力を誇るまでになりました。以降、秀吉と織田信孝、柴田勝家の対立が深まる中、常興は三輪長秀と共に秀吉寄りの姿勢を見せ続けます。秀吉が三輪長秀の指示のもと主催した信長の葬儀では、柴田勝家らが不参加となる中、常興は次男の池田輝政を名代として参加させており、秀吉、長秀、常興の三宿老は、この時にはすでに協力体制を敷いていました。やがて、織田家当主の三法師を引き渡さない岐阜城の織田信孝に対抗するために、秀吉、長秀、常興は会合を開き、信長の次男、織田信勝を当主として擁立するクーデターを起こします。以降、秀吉は、柴田領の近江長浜城侵攻や岐阜城の織田信孝攻撃など勢力拡大を進めますが、この頃から、宿老の席次は、秀吉、長秀、常興の順で固定され、常興は秀吉に従う一勢力の地位となっていました。賤ヶ岳の戦いには常興は参陣していないものの、戦後は信孝丘陵の美濃の大部分を与えられ、大垣城主となります。この時、岐阜城は24歳になっていた嫡男の池田元助が城主となっており、池田家では47歳の常興から元助への権限移譲が進みつつありました。摂津の丘陵のうち2軍は安堵されていましたが、大阪城は失い、秀吉が天下人の本拠として利用することとなり、常興と秀吉の差は同じ織田家宿老とは呼べないほどに開いています。同じ美濃の領主である稲葉一徹と領地の境目で揉めた際には、織田家当主の織田信勝ではなく秀吉によって調停がされており、常興も秀吉を事実上の主君として受け入れていました。もっとも、世間一般では、常興は信長の地兄弟で、織田家を第一に考える人物だと見られており、1583年には信勝が、常興の母で、織田家でも高い地位を保持していた養徳院に新たに地業を与えるなど、池田一族は織田家からも重要人物として認識されています。それゆえに、秀吉も常興の取り込みには熱心で、本能寺の変後には、常興の次男、輝政を養子に迎え羽柴姓を名乗らせたほか、常興の娘を自身の甥の羽柴秀次と婚約させるなど、つながりを作るために腐心していました。その結果、秀吉と信勝の対立が深まる中、常興は両者の間で板挟みとなり、去就をはっきりさせないまま、1584年の小牧長久手の戦いを迎えます。信勝、徳川家康は、常興は当然自分たちに味方するものと信じ、美濃への抑えとなる犬山城から兵を割いて、秀吉迎撃のために伊勢へ送るなど、常興への警戒を全くしていませんでした。しかし常興は、織田につくべきとの家中の意見もある中、天下人としての秀吉の実力を評価して羽柴方につき、開戦早々の3月に手薄になった犬山城を奪い、羽柴方としての騎士を鮮明にします。常興の娘婿で金山城主の森長吉も、常興の誘いで羽柴方につき、織田徳川軍は、伊勢、尾張の二方向に敵を抱え、常興の参戦により戦況は一気に羽柴方有利となりました。しかし、森長吉が羽黒の戦いで敗れたこともあり戦況は膠着状態となり、4月6日には、膠着する戦況を打破するために、羽柴秀次、堀秀政らと共に、常興は三河岡崎城を叩く中入り勢の先鋒として、森長吉と共に三河へ向け出陣します。
秀吉からは勝利の暁には尾張国を加増する約束を受けており、尾張岩崎城を落とすなど活躍していましたが、徳川軍の奇襲を受け羽柴秀次隊が壊滅し、堀秀政隊と分断されたことで池田森隊は孤立しました。引き返す池田森隊に家康本軍が襲いかかり、常沖は奮戦するも嫡男元助森長吉と共に討ち死にし、48歳で生涯を閉じることとなります。当時嫡男の元助は常沖と同数の兵を率いるなど池田家次期当主として確固たる地位を築いていましたが、常沖と共に亡くなってしまったことで池田家は危機に陥ります。常沖の後は次男の池田輝政が継ぎましたが、常沖の母養徳院が秀吉ともつながりがあったことで、秀吉も養徳院をたびたび訪問し見舞いの品を送るなど池田家をないがしろにせず保護し続けていました。秀吉の保護のもと輝政は池田家を立て直し、やがて家康の娘徳姫を正室に迎えたことで徳川一門に列し、一族で百万石を領するまでの大躍進を遂げることとなるのです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。参考文献は概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら高評価チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけるとチャンネル登録できます。Twitter、ウェブサイトでもたくさんの日本史情報を発信していますので、よかったらチェックしてみてくださいね。